消えた友人。私が中学生だった頃の話です。ある夏の日、学校で友達の A に肝試しに行かないかと誘われました。私は特に断る理由もなく、面白そうだったので行ってみることにしました。放課後、部活も終え、家に帰って私服に着替えた後、私はその目的地に行きました。その場所は、町外れにある墓地のそばの森林でした。なかなか嫌な場所だな。そう思っていましたが、後で思うと、この時の私は、なんて軽率だったのかと感じます。墓地には A と、彼に誘われた B と C がすでに来ていました。私はそのメンバーを見て、来なきゃよかった、と思いました。私は A と C とは付き合いも長く、日頃から慣れ親しんでいるので問題はなかったのですが、B は違いました。過去に一度、私は B にとても嫌な思いをさせられたことがあるのです。それ以来、私は B を避けていました。A と C は、当然私が B を嫌って避けていることは知っていた。なぜ B を誘ったのかをこっそり A に聞くと、本人がどうしても行きたい、としつこかったから仕方なく誘った、とのことでした。来てしまったものに今更文句を言ってもどうしようもないので、私は前向きに考えることにしました。私たちは墓地を歩き、目的地である森林に着きました。辺りはもう真っ暗です。それぞれ用意してきた懐中電灯をつけ、A を先頭に私たちは森林の中を歩き始めました。虫の鳴き声が四方八方から絶え間なく聞こえていました。このくらい深い森で、しかも夏だからなおさらのことです。時折腕に止まる蚊を払い、ザッ、ザッと草を踏みつける音と虫の音を聞きながら、私たちは無言で歩いていました。なんか気味が悪い。早く帰りたい。そう思っていた時、隣で歩いていた B が突然足を止めて A の方を見ました。どうした？A が聞くと、B は頭を少し振って、なんでもない。とだけ言った。なんだよ、驚かせやがって。A はそう言って、再び歩き出しましたが、その時 B が、ものすごい形相で A を睨んでいたのを、私は見逃さなかった。A は B と話をしながら先頭を進み、私は C と話をしながら歩いていました。それからしばらく歩き、だいぶ森の奥までやってきたかと思った頃です。C が私に小声で言いました。B のやつ、おかしくね？私は聞き返した。おかしいって何が？あいつ、さっきからずっと口をパクパクしてんぞ。彼を見ると B は確かに口を動かしているが、何か声を出して喋っているわけではなく、いわゆる口パクみたいなことをしていた。なんでそれを今こんな森の中でやっているのかはわからないが、やっぱりあいつ異常だ。私が言うと、C は辺りを見回して、あれ？ A は？と言った。言われてみると、A がいない。さっきまで B と先頭を歩いていたはずなのに。きっと先に行ってしまったんだろうと思い、私たちは歩くペースを早めた。すると、
B がなかなかついてこない。歩いてはいるのだが、全然私たちのペースに合っていなかった。私たちは気にせず、そのまま歩き続けた。もう一度後ろを振り返ると、B は見えなくなっていた。いい加減 A に追いついてもおかしくないくらいのペースで歩いているのに、A の姿は見当たらない。まさか迷ったのか？背筋に嫌な汗が流れる。ずっとまっすぐに歩いていたつもりだが、周りの暗さもあり、もしかすると出口とは全然違う方向に進んでいたのかもしれない。後で知ったことですが、この森はかなり広く、下手に迷うとそのまま遭難してしまう可能性も十分にあるほどだったそうです。私は先ほど B が A と何やら話をしていたのを思い出した。B は A がどこに行ったのか知っているのではないかと思い、B のところに引き返すことにした。しかし、戻ってみると今度は B が見つからない。いよいよ私たちは怖くなってきた。たった少しの間に二人も消えてしまった。もしかすると A と B はこっそり計画してどこかに隠れて二人で私たちを脅かそうとしているのかも。でなければ先に帰ってしまった可能性だってある。できるだけプラス思考に考えて最悪の事態を想像しないようにしていた。仕方なく私と C は森の出口を目指して歩くことにした。その間も周りを懐中電灯で照らし A と B を探しながら歩いていたが、結局二人とも見つかることなく私と C は森から出てしまった。やっと薄気味悪い森を出て、私は内心ほっとしていたが、夜の暗闇の中でそびえ立つ不気味な森を見て、この中にまだ A と B がいるのかと思うと恐ろしくなった。私は C と相談し、このまま森に探しに行っても視界も悪く、また迷ってしまうかもしれないし、必ずしも二人が森の中にいるとは限らないと思い、それぞれ家に帰ることにした。家に帰ってしばらく経った後、私は A の家に電話をしてみました。すると A の親が出て、A はまだ帰ってきていないと言った。B の家に電話するのはためらわれたので、C に頼んで電話してもらった。やはり B も家に戻ってはいないそうだ。大変なことになったと、私はこの時点でようやく認識しました。警察に連絡し、墓地の近くの森林で肝試しをして友人と森の中ではぐれて見失ってしまったことを説明し、森や墓地の付近を捜索してもらうことになりました。しかし、警察の必死の捜索にもかかわらず、A と B は見つかりませんでした。それから2ヶ月ほど経った頃、例の森で A の死体が見つかりました。発見したのは地元の人で、死体の状態はかなりひどかったらしい。警察によると、最低でも死後6週間は経過していて、だいぶ腐敗が進んでいたが、目立った外傷はなく、解剖した結果では何の異常も見つからなかった、とのことだった。結局、A の死因は遭難による事故死とされました。しかし B の方はそれからも見つかることはなく、私は月日が経過するにつれ事件のことを忘れていきました。あれから5年が経ち、大学生になったある日、私は地元の本屋で偶然 C と再会しました。懐かしさのあまり、しばらく互いの近況などを話し合ったりしましたが、話に一段落がついたとき、彼は少し深刻な表情をして黙り込みました。そして彼の口から信じられない話を聞きました。なんと、行方不明になっていた B が去年見つかったというのです。それも、あの忌まわしい出来事があった
森林の近くにある墓地で。さらに驚くことに、彼は今県内のとある精神病院に入れられているとのことでした。私は B を一目見てみたいと思いましたが、 C から話の続きを聞いてその気は完全に失せました。 B を発見したのはあの墓地へお参りにやってきた人たちだったそうですが、なんと B はそこで墓荒らしをしていたというのです。スコップを手に持って一心不乱に土を掘り、 A の名前を大声で何度も叫び続けていたそうです。掘り荒らされた墓は20以上にも及び、中には叩き壊された墓石もあり、元の状態に戻すのは困難を極めたとのことでした。しかし、そんなことが本当にあるのだろうか。何年もの間行方不明になり、誰にも知られず、突然現れた場所があの墓地だなんて。B は墓荒らしをする前までは一体どこで何をしていたのだろうか。そもそも、なぜ墓荒らしなんてことを。あれこれ考えていたが、C は私にゆっくりと語り始めた。俺な、去年一度 B に会いに行ったんだ。精神病院にな。警察はあの事件以来 B のことを疑っていたし、俺だってもしかするとあいつが A をやったのかもしれないって思った。それで B の親友ということで特別に会わせてもらったんだ。そして B に聞いた。お前が A を殺したのか、今まで捕まるのが怖くてどこかに隠れていたのかってな。 B は言った。逆だ、 A が俺を殺そうとしたんだ。あの時森を出ていなかったら、お前らも俺もみんな A に殺されていたんだよと。まともに話したのはこれだけ。あとは全部悲鳴とかわめき声ばかりだった。私はただうつむくしかなかった。そしてその後、 B は精神病院を出てから例の森で自殺をしました。私はこれを聞いた時は驚愕しましたが、もうこれ以上は関わるまいと心に誓いました。後悔は十分にしました。軽い気持ちで森に入ってしまったこと、 A や B を見失ってしまったこと、その結果、私たちだけが助かってしまったこと。A は森へ残された恨みで私たちを殺そうとしていたのか、すべては B の狂気によるものなのか、あるいは別の何かの仕業だったのか、私は今でもわからないままでいる。最終退出者。以前働いていた東京の会社で体験した話。この会社は8階建ての建物の6階部分をワンフロア一曲がりしてオフィスにしていた。それぞれの階は100人以上が収容できる中規模クラスの建物だ。この建物のその他の階にはそれぞれ別の会社が入っていたのだが、収容人数に対してトイレの個室の数が極端に少ないため、非常階段を上り下りして他の階のトイレを利用させてもらうことがよくあった。この建物は夜、各フロアの最終退出者が施錠すると自動的にセキュリティが設定され、最終退出の後は 2,3 分後に空調及び照明が全て落とされてしまう。エレベーターもその階を素通りし、非常階段の鉄扉も内側からのみ開くようになるので、警備員を除いて階段側から共用廊下へ侵入することができなくなるのだ。当時私の部署は納期直前の時期に差し掛かっていたため残業がひどく、早朝から深夜まで仕事に縛り付けられていたので、唯一の憩いの場がトイレの個室になっていた。
夜10時頃になり、一呼吸入れるためトイレで休憩することにした。同僚から見とがめられるのを避けるため、わざわざエレベーターに乗り、8階のトイレの個室に入って、しばし携帯電話でニュースを読む。この8階は我々の会社と同じく IT 関係の会社が1店舗入っていたと思う。ほどなくしてその階の最終退出者が施錠し、ピッ、ピッ、ピッという一定リズムの電子音が遠くで鳴り始めた。自動セキュリティ開始の合図である。それを意識の外でぼんやり聞きながら構わず携帯をいじっていると、2、3分後に全ての照明が落とされた。不意に目の前が完全な闇に包まれる。それまで静かに聞こえていた空調の音も消え、見えるのは自分の携帯電話から発せられるバックライトの光だけだ。このような状況にはこれまで何度か遭遇していたので、のんびり慌てずに霧のいいところまで携帯電話を操作して、いよいよ個室の扉を開けて外へ出ようとした時だった。不意に人の声が聞こえてきたのだ。その声はぼんやりとしていて、話す内容まではよく聞き取れなかった。しかし聞き耳を立てていると、徐々にこちらへ近づいてくるようだ。最終退出の後、警備員が確認に来たのだろうか。すでに消灯されてから5分以上が経過していたので、このフロアとは何も関わりのない私がこの場にいるのは極めて具合が悪い。とりあえず相手をやり過ごしてからこっそり出ようとドキドキしながら聞き耳を立て続ける。居室以外の共用部分はどの階も作りが同じになっていて、見るからに安物の実用一辺倒なみすぼらしいカーペットが敷かれている。そこからトイレに踏み込むと、耐水性を優先したリノリウムの床になる。カーペットを歩けば軽い絹ずれのような音がするのだが、履物によってはあまり音が聞こえない場合もある。それに対してトイレに入れば、いかなる履物でもすぐにゴムが擦れるようなキュッキュッという特徴的な音を立てるため、仮に忍び足で歩いたとしても少なからず摩擦音が聞こえるはずだ。声がいよいよ近づいてくる。しかし相変わらず内容ははっきりとしない。それどころかとても陰鬱なボソボソした独り言のような声なのだ。そもそも警備員が2人で歩いてきたとすれば、そんなに小さな声で話すだろうか。なおも声が近づいてくる。心臓が徐々に激しく鼓動を打ち始める。その声はトイレの入り口のあたりに差し掛かったようだ。しかし何も足音は聞こえない。声からすると移動はスムーズによどみなく続いている。しかし絹ずれや足音が一切聞こえないのだ。どうしてこんなに、どうしてこんな。不気味な声が近づいてくる。わずかずつではあるが聞き取れる部分が増えてきた。だが相変わらずボソボソとした声で途切れ途切れにしか聞こえない。その声がトイレの入り口のあたりで一旦足を止めたようだ。本当に警備員だろうか。なぜなら足元の隙間から懐中電灯の明かりなどが一切漏れてこないのだ。数秒間その場に留まった後、再び声が聞こえ始めた。どうやらさらに近づいてくるようだ。どうしてこんなに、どうしてこんなことに、どうしてこんなこと。相変わらず足音は聞こえない。だが
どうやら自問自答するような言葉を繰り返しているようだ。俺は入り口から最も遠い個室に入っていたのだが、すでに声の感じからすると入り口のすぐ横の洗面所のあたりまで近づいているようだ。そしてこれまで聞き取れなかった陰鬱な声がはっきりと聞き取れ始めた。どうしてこんなことに、どうしてこんなはずではなかったのに。その声を聞きながら全身の鳥肌が一斉に逆立つのを感じた。何かを後悔しているようだ。しかしその声が地獄の底から聞こえるような非現実的な響きを伴っている。全身から嫌な油汗が流れ始める。鳥肌が一向に収まる気配もない。声の陰鬱さもそうだが、どうして足音がしないのだろう。そしてなぜこれほどの完全な暗闇の中を一人ごとをつぶやきながらトイレに入ってくるのだろう。そういえば8階のトイレは俺がこのビルで働き始めた2年前からいつも故障中の張り紙が貼られた個室が一つだけあった。なぜ2年間も故障したまま修理されないのだろう。これまで別の階で水が溢れて大騒ぎになったことがあったが、その時はすぐに修理されて使えるようになったのではなかったか。まさか。と嫌な予感が頭をよぎり始める。その故障中の個室は俺がいる個室のすぐ隣にあったのだ。個室のすぐ外、私のいる場所から1メートルも離れていない場所で再び、どうしてこんなことに、という声が聞こえた。ゾクリとして身動きできないでいる。呼吸すら全くできない。携帯電話は省電力のためにすでに消灯し、少し前から完全な暗闇になっている。自分の目が開いているのか閉じているのかもわからないくらいの完全な暗闇だ。その数秒後、何かを絞ったようなキシキシキシというきしみ音が聞こえたかと思うと、というくぐもった苦しげな声が隣の個室の中から聞こえてきたのだ。それと同時に個室の壁をめちゃくちゃに暴れて蹴飛ばすようなドカンドカンドカンという大音量が立て続けになり始めた。突然の出来事に死ぬほど怯えながらも、その大音量を合図に手探りで鍵を開け、うわぁと思わず叫びながらトイレの個室を飛び出した。しかし完全な闇で扉を開けた後も何も見えない。自分がどちらを向いているのか、出口がどちらにあるのかもわからない。慌てて携帯電話のボタンを適当に押し、しばらく待ってから淡い光を前方に向ける。隣の扉はやはり閉まったままだ。誰の姿も見えない。しかしドカンドカンドカンという恐ろしい音が鳴り響いている。携帯を握りしめたままうっすらと見える道を必死に走り、転ばないように最小限の注意を払いながら非常階段を目指す。ようやく鉄の扉にたどり着いてドアのレバーを押し下げるが、扉がガツンガツンと何かに引っかかって、押しても引いても全く動かない。ああ、ドアが開かない。開かない。誰か開けてくれ！と叫んだが、ふと見るとマイナスのような形のドアロックを90度回して解錠しながらレバーを下げなければ開けられないことを思い出し、転げ出るように非常階段へと飛び出した。その階段も真っ暗に消灯されている。もともと動体センサーで動くものを捉えて蛍光灯が点灯するようになっていたので、気にせず階段の手すりを手探りで探し当て、転げ落ちるように階段を駆け下りた。自分を追いかけるように背後から点灯していく蛍光灯。その光に励まされながら階段を降り続け、
自分のオフィスがある6階までたどり着くと、非常ドアを引き開けた。いつもと変わらない、明るい共用部分にほっとする。8階の開かずの個室だが、これまで変な噂は一度も聞いたことがなかった。我々の会社の他の人間も、時折8階のトイレの個室を使う者がいたようだが、私のような体験をした者は一人もいなかった。この話は会社の誰にも相談できなかった。だがそれ以降、どんなことがあっても決して最終退出者にならないよう気をつけたのは言うまでもない。東京のアパート。今から11年前、仕事で東京に1年近く暮らしてた時の話。駅から徒歩5分ほどの場所で、うろ覚えだが、5、6階建てのアパートだった。1階にはクリーニング屋、通りを挟んで斜め前に不動産屋があり、その不動産屋がアパートの管理者だった。築10年以上は経ってるだろうか。1フロア4個で、周りは雑居ビルで囲まれた、狭苦しく暗い、というのが第一印象だった。不動産屋の担当者に通されたのは、3階の一室。1LDK でユニットバス付き。玄関から6畳ほどのダイニングキッチンを突っ切って、すりガラスの障子で仕切られた6畳ほどのリビングが、俺の部屋となった。家賃が月20万。地方の田舎者の俺には信じられない額だ。まあ、会社が払うんだから関係ないんだが。と思いながらも、そこで会社の上司との共同生活を送ることになった。私事だが、この上司ってやつが超がつくほど嫌なやつで、部下を何人も辞めさせたことで有名だった。慣れない都会生活、プラス上司のいびりがストレスに感じてきた4ヶ月くらい経ったある夜のこと。いつものように丸めた布団を壁際に押し合って背中を預け漫画を読みふけっていた。ふと耳を澄ますと表の車の往来の音に混じってかすかだが赤ん坊の泣き声が聞こえる。布団を押し合った壁がコンクリートの壁にクロスを張ってたんだが、どうやらこの壁から聞こえる。耳を壁に当てるとよりはっきりと聞こえた。ああ、隣の住人か。赤ん坊の夜泣きだな。ぐらいにしか思わなかった。猫の盛りの声かとも思ったが、正直どうでもよかった。隣の住人がどんな人かも知らないし、そもそも住んでいるかどうかも興味はなかった。その日を境にたびたび赤ん坊の泣き声を聞くこととなる。ある休みの日のこと。買い物からアパートに帰ったら、隣の部屋の玄関扉が開いていた。興味本位で廊下から中を覗いてみたら、玄関には黒い革靴が一足、それ以外はガランとしてた。ふと中から不動産屋の担当者が顔を見せた。こんにちは。まあ一応お世話になってるのと覗いていた後ろめたさもあって挨拶をした。わあ、こんにちは。靴を履きながら担当者も挨拶を返してきた。お隣さん、引っ越しされたんですね。玄関先とはいえ、ガランとしてたからそう思った。俺は6時にはアパートを出て、帰宅は夜の10時過ぎという生活をしていたので、俺が仕事に行ってる間に引っ越ししててもわかんねえわな。と思っていたが、担当者は、ええ、来週の土日に引っ越しされます。なんて言ってる。どうも話が噛み合わない。
よくよく話を聞いてみたら、今まで空き家だったが、入居者が決まったので来週引っ越しに来る、とのこと。じゃあ、赤ん坊の声は？コンクリートの壁を伝わって、下か上の住人が？なんて思ってたが、担当者が、じゃあこれで。と言いながらその場を離れようとしたので、呼び止めて、このアパートに赤ん坊のいる住人さんいますか？って尋ねた。担当者は少し考えた後、さあ、私はわかりませんね。他の担当者なら知ってるかもしれませんが。と。釈然としないまま、お互い挨拶を交わし、その場を離れた。東京に来て11ヶ月経った頃には、上司のいびりで精神的にもピークが来てた。仕事も大詰めを迎えていて、帰宅が午前3時が続いたり、徹夜なんてザラだった。そんなこんなで嫌になっていた俺は、3日間無断欠勤をした。気分はすでに地元に帰る気満々。4日目に仕事場に行き、地元の会社に連絡。会社の課長はうだうだ言っていたが、聞く耳はない。仕事場の上司に、じゃあ、今から帰りますんで、もう二度とここには戻りません。って言ってやった。すると上司は、お前がここで失敗して損失した分を責任かぶるのは上司である俺だ。それじゃ不公平だろ。お前にも責任をかぶってもらわんとな。帰る前に、10万をアパートのテーブルの上に置いていけ。少しは誠意を見せてみろ。なんて言いやがった。まあ確かに、ここで失敗して出した損失は30から40万ぐらいになる。それに比べたら10万なんて安い方だ。速攻で銀行に行き、10万、プラス、帰りの電車賃、プラス、土産代を下ろしてアパートに帰る。金の入った封筒をテーブルの上に置き、荷造りをした。段ボール5箱分を郵送して、俺自身身軽になった。アパートの鍵をかけ、鍵を玄関扉の郵便ポストに放り込んだ。意気揚々と駅に向かった。時間は AM11 時頃。今日の最終の新幹線に乗ればいいんだから、それまで最後の東京観光してもいいな、なんて思ってた。緑の窓口に行き、切符を手配、金を払うときに気がついた。やべ、アパートに忘れた。それからアパートまで全力疾走、もうすぐ12時になる。上司はたまに昼休みにアパートに帰るときがある。まずい。それだけはまずい。あれだけ単価切ったんだ。顔を合わせるのはまずい。3階の部屋の前まで来て愕然とする。鍵を玄関ポストに放り込んだんだった。やべえ。手が入らねえ。どうしても手首より先に入らない。必死で考えた。不動産屋だ。不動産屋に行けば鍵があるはず。ダッシュで階段を駆け下り、斜め前の不動産屋に飛び込む。3階の〇〇ですけど、鍵を忘れてしまって、鍵貸してもらえませんか？だけど不動産屋は担当者が鍵を持って食事に出ていて1時まで帰ってこないという。昼飯早いし。と突っ込んでみても1時までは待ってられない。上司が帰ってくるかもしれない。さすがに焦った。ふと、ここからアパートを見る。クリーニングの看板。そうだ、ハンガーだ。針金のハンガーをまっすぐに伸ばして引っ掛けよう。考え自体は幼稚だったが、その時はそれが最善だと思った。すぐにクリーニング屋へ。事情を話しハンガーをもらった。時計を見ると11時45分頃。時間がない。すぐさま3階に駆け上がる。ハンガーをまっすぐにして、先のフックを玄関扉のポストに差し込む。
玄関扉はスチール製で、形は昔の市営や県営住宅を想像してもらえばわかると思う。やや中心より下にポストの差し込み口があり、部屋内側は受けの箱が格子状になっている。差し込み口から中の鍵までは目視できない。角度的にどうしても格子の隙間から玄関の床タイルしか見えなかった。それでもハンガーの先を手探りで鍵に合わせようとする。ガチャガチャと音はするものの手応えは感じられない。くそ、どうなってんだ。焦りがピークに達した時、カチャッと手応えが。やった、取れたか。慌てないように慎重に引き抜く。鍵がそろそろ見えるくらいの時、確認のためポストを覗いた、その時だった。え？格子の隙間から玄関タイルが見える。が、そこを何かが横切った。一瞬のことだったが、赤ん坊に見えた。ぷっくりとした右足と右横腹。ハイハイをしている赤ん坊を想像した。いやいやいや、ありえんやろ。躊躇はしたが、時間もないし金も惜しい。意を決して鍵を抜き取り、鍵を開けた。スチール製の扉は重そうな音を立てながらゆっくりと開いた。恐る恐る半分逃げ腰で中を覗く。大丈夫だ。何もいない。内心ほっとして勢いに任せて扉を開き、中に入った。ダイニングのテーブルの上の封筒を確認する。靴を脱ぐのもそこそこに半分土足気味にテーブルに駆け寄る。封筒を手に取り中を開く。あった、よかった。あるのは当たり前なのだが、この時はなぜか安心した。10万を封筒に残し、残りの金を財布にしまう。これで忘れ物ないな。と思って、何気に自分の部屋の方を見た。うわ！腰が抜けそうになった。俺がさっき部屋を出た時にすりガラス障子を閉めてたんだけど、そのガラス越しに誰かが立ってる。いや、正確には白い人影が立っていた。輪郭からして背丈は150から160ぐらい。体部分は白い服っぽい。頭部分と思われるところは輪郭があやふやだが、黒髪で長いのか短いのかわからない。それが俺の部屋の窓からの光でぼやーっと浮かび上がっている。頭がパニックになりかけてた矢先、右足の甲を何かに踏まれた。例えるなら犬か猫が踏んだようなぐにゅっとした柔らかいけど重みを感じるような感じ。いや！変な雄たけびを上げて飛び上がった。すぐにテーブルの下に目線が行く。赤ん坊だった。今度ははっきりと見た。裸の赤ん坊がハイハイしている。色白の肌、生え揃ってない髪の毛、顔は下を向いていたので見れない。キャッキャ言ってる。完全にパニックだった。赤ん坊から目が離せなかった。恐怖で体も動かせなかった。とその時、ガタガタタと音がした。瞬間的にガラス障子に目線を向けた。俺の部屋にいた何かが障子を開けようとしていた。2-3センチ空いた隙間から白い指が覗いていた。全身に鳥肌が立って本能が逃げろと叫んでいた。うわぁ！ありったけの声を絞り出し、玄関扉を跳ね飛ばし、階段を駆け下りた。後ろを振り返る余裕もない。全力疾走だった。前の道路を信号無視で横断し、不動産屋に逃げ込んだ。不動産屋の従業員の姿を見るなり、まくし立てた。なんなんだよ、あの部屋は！幽霊出るじゃねえか！てめえ、どういうことか説明しろ、この野郎！胸ぐらを掴んで壁に押し付けた。
今思えば従業員も驚いただろう。顔面蒼白だったであろう俺から胸ぐらをつかまれて泣きそうな顔になっていた。この騒ぎで奥の事務所にいた不動産屋の社長が出てきた。どうしたんですかという声に社長に向き直って今体験した出来事をまくし立てた。すべてを話し少し落ち着いた俺はあのアパートで何があったのか社長から聞いた。10年ほど前、アパートが新築して1年半経った時に若い夫婦が引っ越してきたそうだ。ほどなくしてその夫婦に子供が生まれた。だが、しばらくして旦那が事故で亡くなり、奥さんが一人で育てていたんだが、育児ノイローゼか、旦那の死がショックだったのかわからないが、一歳も満たない赤ん坊と共に餓死して死んだそうだ。旦那の保険金も入ってて、家賃も滞納してないのに餓死で死ぬなんてありえないんだけど、と。俺は頭に来た。なんでそんな曰く付きの部屋を貸すんだ。説明もなしにひどいだろうが。2年前にお払いをしてそれ以降現れなかったんです。と社長は言い訳にもならないことを言う。呆れて言葉が言えなかった。だが落ち着いて考えてみれば、俺は今日地元に帰るんだし、二度と部屋には行かない。あの部屋に帰るのは、そう、あの憎い上司だけ。ざまあ見ろ。呪い殺されてしまえ。その時は本気でそう思った。俺は社長に、このことは誰にも、上司にも話さないでくれ、と念を押し、部屋の鍵を渡した。鍵がかかってないんで、オタクたちでかけてください。鍵は俺の上司に連絡して、俺から受け取ったと報告しといてください。と伝えて、不動産屋を出ようとした。扉を開けるときに、社長が独り言のようにつぶやいた。でも、おかしいんですよね。出るのは、3階じゃなくて、4階なんですけどね。じゃあ、アパート全体にお払いをした方がいいですよ。俺はそう言って外へ出た。地元に帰った次の日、会社に出勤して、課長に事の顛末を話し、恐怖体験は言ってない。10万は後日返してもらった。ちなみに、その後の上司は、会社で俺の斜め前の席で元気に仕事をしている。手すり女。俺が通っていた小学校は歴史が古い学校だった。現在高校生の俺がその小学校に在学していた頃にも、もう開校110年はとっくに過ぎていて、数え間違いがなかったら今年で126周年を迎えるはずだ。そんな古い学校にも他の学校に漏れず、学校の七不思議はちゃんとあった。音楽室の笑うベートーベンや、理科室の走る人体模型、などなど。テンプレートに沿った面々が登場する中で、我が校のオリジナリティというか、他の学校にない異彩を放つ話が、手すり女、という話だった。噂の内容はこうだ。うちの学校には今はもう使用禁止になっている外階段というものがある。読んで字のままの外に面した階段で、コンクリートの粗末な階段で、背丈の低い粗末な手すりがついている。元は地震や火事が起きた時に避難用に使われていた階段だったが、子供が滑って落下すると危ないという意見が寄せられ、校舎の内部に別に避難階段が作られてからというもの、
本当に存在意義をなくし、今では誰も使おうとしない。昔々のまだ校舎が木造だった頃、その外階段というのは自由に開放されていて、生徒も昇降に利用していたという。あるところに、クラスでひどいいじめに遭っている女の子がいた。その子は休み時間中、クラスにいることが辛くて、いつもその外階段の手すりにもたれて、外の景色ばかり見ていたという。その頃校舎は相当ガタが来ていて、木造だったため脆く、よく器物が破損することもあった。ある日、いつもと同じように外階段に訪れた少女は、手すりが腐っているのに気づかずに寄りかかってしまったという。ガクンと前のめりになる感覚を感じた瞬間、校舎の4階から少女の体は宙に投げ出されていた。突然訪れた浮遊感に驚いた頃には、もう少女の体は地面に叩きつけられていた。即死だったという。血濡れになりながら少女は死んだのだ。それからというもの、その外階段には血まみれのその少女の霊が出現し、外階段に近づく者を突き落としてしまうという。そして、落とされた者は新たな手すり女として死んでもそこに縛られてしまうらしい。そんな噂を聞いたのは、俺が小学校3年生の時のことだ。ガキのくせに冷めていた俺は、そんなことをみじんも信じていなかったが、その後しばらくして、説明のつかない現象に遭うことになる。以下、俺が小学校3年生の時の話だ。それでね、その血まみれの手すり女は、外階段に来た人を突き落として殺しちゃうんだって。今日もクラスはその話題で持ちきりだった。校舎の裏にある外階段に現れるという手すり女の噂。この学校の七不思議の一つでもあるその話は、人体模型やモナリザの絵といった、いわゆるよくある話とは違い、うちの学校にしかないその噂は、七不思議の中でもみんなの人気も高い。だが、俺と仲のいい一部のグループは、そんな噂、ちっとも信じていなかった。それもそのはず、その外階段という場所は、俺たちのいい遊び場だったからだ。外階段は、生徒立ち入り禁止の張り紙が貼ってあるだけで、実際には鍵付きのドアが一枚あるだけで、内側から鍵を外せば、簡単に侵入することができたのだ。校舎の裏、という場所とその手すり女の噂もあって、外階段には全く人が現れなかった。教職員が見張りに来ているわけでもなく、そこは俺の仲間内のグループには願ってもない秘密基地だったのだ。休み時間になると俺は友達を連れ立って外階段で遊んでいた。そんなことが毎日続いているのに、手すり女は微塵も影を表さないし、もともと幽霊否定派が多かった俺たちは、怖がる女子たちを完全に馬鹿にしていたというわけだ。その日の放課後も、俺たちは外階段に集まり、くだらない話に花を咲かせていた。俺たちが話をするのは、決まって4階の踊り場だった。俺たちのクラスは3階にあるので、3階から外階段に侵入し、わざわざ1階分上がった場所である。そうする理由というのは、ただ単に景色が綺麗だったから、というのしか見当たらないが、なぜか初めて来た時からそうなっていた。今思うと、その時から俺たちを引き寄せる何かがあったのかもしれない。雑談に花を咲かせていた俺たちだったが、一人、また一人と友達が帰っていき、ついには俺と二人きりになった最後の一人までが帰ると言い出した。気づけば、もう空全体が濃い茜色に染まっていた。見下ろす学校の前の道の街灯も点灯し始めている。
俺は一人になってもその場所で時間を潰していた。明るいうちに帰るのはなぜか損をしている気分になったからだ。せめてもうちょっと暗くなってから帰ろう。そう思って俺は夕焼けの空の下町の風景を眺めていた。学校からいつも聞こえていた喧騒は全くなくなっていた。どの教室の電気も消え、聞こえるのは時々近くを通る車のエンジン音のみ。だからというか、静寂の中、俺は不意に手すり女の話を思い出してしまっていた。その少女は噂の通りだったとしたら、死んだその瞬間までここにいたはずだ。4階の踊り場。ここに。いくら小学生と言っても、ここから飛び降りたらどうなるかは想像がつく。幽霊の類を信じないと言っても、やはり孤独になると不安感を覚えるもので、俺はその少女の死体が叩きつけられたであろう地面へと手すりから下を見下ろした。鳥肌が立った。下に少女が立っているのが見えた。赤い服を着た少女が、一階からこちらを見上げる形で立っていたのだ。たまたま下校しないで残っていた生徒が、たまたま人の全く通らない校舎裏に現れて、たまたま俺を見上げていた。という可能性も否定できないわけではなかった。しかし、校舎に残っている生徒は皆無に近く、こんな時間に校舎裏に訪れる生徒も皆無に近く、いたとしても、たまたまこちらを見上げている人間がいる確率も皆無に近い。それに、俺の中の何かが告げていたように思う。あれは、違うと。俺は弾かれたようにドアへ飛びつき、ノブをかき回した。しかし、ドアは開かない。そうだ。ここは4階。鍵を外して侵入したのは3階のドアなのだ。下に降りようとして、思わず尻込んだ。もしもあの女が、手すり女が登ってきていたらどうする？鉢合わせするのではないか？あの赤い服の少女が、いや、きっとあの赤い服は、元は赤くなかったのかもしれない。怖い。怖いが、ここで固まっているわけにもいかない。そう思い、俺は震える足を何とか動かしながら階段を下った。3階の踊り場はガランと静まり返っていた。2階へ続く階段を見ても誰かが登ってくる気配がない。俺は胸を撫で下ろして3階のドアのノブを握った。その時だった。人間には周辺視野というものがある。ある一点を凝視してても、その周囲もなんとなく見えるというあれだ。ドアノブを見ていた俺の視界の端、階段を挟んだすぐ隣に人がいた。赤い服を着た人影だった。前に見た時は確かに誰も登ってくる気配はなかったはずなのだ。霞か何かのように人影はそこに存在していた。ノブを握ったまま動けない俺。目の焦点が合っているのはドアノブだが、本当に見ているのはその人影の方だ。人影は動かない。俺の方に体を向けたまま、動きを止めている。長い間俺は動けずにいたが、ある瞬間、意を決してドアを開け、一目散に逃げ出した。ある日、俺はそのことを友達グループに話したが、全く信じてくれず、その後も何回か外階段を訪れたが、その少女に会うこともなかった。あれが本当に手すり女だったとしたら、なぜ俺を突き落とそうとしなかったのだろうか。俺は子供心にこう思っていた。手すり女に突き落とされ、殺された者は次の手すり女になってしまうそうだ。そうだったとしたら、手すり女が突き落とす対象は、噂のタイトルが手すり女である以上、女性じゃなければならなかったのではないか、ということだ。
その小学校で生徒が死亡したという話は聞かない。もしそうだったとして、俺があの日見た少女が本当に手すり女だったとしたら、彼女は、今も。エレベーターの女。酒を飲んで深夜に帰宅した。道が混んでいなければ、最寄りの駅から車で10分くらいの場所にあるマンションに私は住んでいる。普段は駅までの道は行きも帰りもバスを利用しているのだが、その時は午前1時を回って2時近く、深夜バスもない時間帯だった。したがってタクシーでその日は帰宅した。マンションはオートロック式で、ナンバー入力により開錠し、エレベーターホールまで数歩。地下12階建て、地下1階、括弧駐車場の私は7階11号室の住人である。エレベーターは B1 に止まっていたため、1階に止まるまで数十秒待たされる。深夜で当然あたりは静まり返り、人の気配などない。遅い。エレベーターが来ない。ずっと地下に止まったままでなかなか上がってこない。地下で人待ちでもしているのだろうか。生理的にイライラしてくる。かといって7階まで階段で上がる気には到底なれない。せいぜいエレベーターの所在を表す明かりを見ながらイライラするだけだ。正確に測ったわけではないが、5分近く経過しただろうか。その時の私は下にいる住人に文句の一つや二つ言う気分で地下まで降りていくことにしたのだった。カツン、カツン、カツン。異様に自分の足音が大きく聞こえる。折り返し折り返し下ってきて、何台もの車が並ぶ開けたところに出てきた。すぐエレベーター室の前に行く。人がいない。あれだけ待たされたにもかかわらず。でもまあよしとしよう。酔いのせいか感情の波も単純なようで、機嫌の出鼻をくじかれたような、無用のトラブルが避けられたような、ほっとした気持ちでエレベーターに乗り込んだ。扉が開く。すると、エレベーターの奥に女性がすでに乗り込んでいた。私は乗り込む際、思わず反射的に、こんばんは、と挨拶を口にした。彼女はしかと、黙ってうつむいたままだ。私はメラメラと、また怒りのボルテージが上がってきた。自分法で挨拶を無視されるのが妙に気に食わない。プライドを過剰に傷つけられるような気がして、シラフの時でもやけに腹が立つのだ。挨拶もしない。エレベーターも地下で止めっぱなし。くそ、いまいましい。何階の子だろう。そう思った時に、目的階のボタンが自分の行く7しか点灯していないことに気づいた。こいつ同じ階か。嫌な面持ちのままあっさり7階に到着した。後乗り手前に乗っていたため私が先に降りる。通常ならここでおやすみなさいなど住人同士言うものだが、私は先ほどの件があったので無言でそのまま降りた。後ろで扉がシュッと閉まる音がした。結局その子は7階では降りなかったのだ。変だな。と思いながら、そのまま気にも留めず帰宅したのだった。それから数日後、妻が会社のお得意先の飲み会で深夜遅く帰宅した時のことだ。まず携帯で妻から呼び出しを受けた。タクシーに乗ってマンションの前まで帰ってきたのだが、手持ちが1000円ちょっとしかないのでお金が足りない。
お金を1階まで早く持ってきてほしい、とのこと。仕方ない。パジャマに突っかけて財布だけ持って妻とタクシーの待つ1階に向かう。エレベーターは地下に止まっている。下向きのボタンを押して上がってくるのを待つ。想像通りエレベーターは来なかった。嫌な予感とともに先日乗り合わせた奇妙な女を一瞬思い出して、それから階段で降りていくことにした。途中5階ぐらいに降りてエレベーターが上がってこないか確認するが、まだ地下に釘付け状態。諦めてどんどん下っていった。ようやく1階に着き、タクシーの運転手に礼を言いお金を払った。妻とエレベーターに乗ろうとする。またもや地下1階に止まったままだ。今度もあの女の仕業だとは思わないけど、いい加減こっちはヘキヘキしている。せっかちなのよと妻は笑うのだが、性分か無駄な待ち時間は我慢ならない。先日の話をざっと妻に話し、二人で駐車場まで降りていったのだ。今度もまた地下に人影も気配もなし、妻は面白がっている。きっと幽霊なんじゃないの？新築なのにそんなことはありえなくないか？たわいもない会話をしながらエレベーターに乗り込む。開く扉の向こうには何もない。ベージュの塗装の綺麗なパネルの何の変わりもない。エレベーターの内装があり、誰も乗ってなどいなかった。拍子抜けしてしまった。それからまた数ヶ月が経過した。例の深夜のエレベーターが地下に止まりっぱなしの話。同様の体験をした住人が何人も現れ、徐々に問題になり始めた。理事はいたずらと見て、回覧板とエレベーターホールで注意を促し始めた。その頃くらいから階段を利用する住人が急に増えていったのだ。今までは階段など低い階に住む人かせいぜい子供くらいしか利用はなかったのだが、高階層に住む人も利用、階段でよく人とすれ違うようになった。多分住人の 90% はエレベーターを利用していない。それもそのはず、あれから決定的な事件が起こったからだ。住人同士の噂によると、今年の3月頃、5階に住む娘さん、A 子さんがデートで遅く帰宅したらしい。エレベーターが来ないので、やはり地下まで降りていき乗り込む。すると、髪の長い女が後ろ向きで立っていたらしい。A 子さんは5階で降りて自分の家の部屋に戻った。そこまではいい。ちょっとしてから携帯電話がないことに気づいた A 子さんは、おそらく恋人の車の中に忘れてきたのだろうと思い、自宅の電話から彼氏に電話を持ってきてくれるように頼んだ。ついさっき玄関まで送ってくれたので、車でそんなに遠く離れてはいないだろうと A 子さんは思ったそうだ。もう一度1階に降りようとエレベーターに乗ろうとした時に、何でも、それはいたらしい。まだ変わらず後ろを向いたまま、いたのだそうだ。A 子さんは構わずエレベーターに乗った。その中で何が起こったのかわからないのだが、1階に着いた途端、大声を出して暴れ回った。それこそ、その声は7階の私の住むところまで聞こえた。何事かと1階まで降りていくと、すでに寝巻き姿の住人が何人も集まっていて、A 子さんを取り囲むように立っていたり、介抱する者もいたのだ。A 子さんは大変だった。転換というものだろうか。よくわからないが、失禁はしているわ、口から泡を出しているわ。とにかくサンダルが散らばりひどい状態。手足をバタつかせるので、スカートも上の方までめくれ上がり、かなりというか、ゾッとするほどの錯乱状態で、私も必死に取り押さえたのだが、足で肋骨付近を蹴られ、一瞬呼吸が止まった。間もなく救急車が来て、両親と共に A 子さんは運ばれていき、警察も来て、何も知らない A 子さんの恋人は事情を聞かれていた。
ちなみに A 子さんは深田恭子に似た会えばきちんと挨拶をする可愛い女子高生だった。しばらく入院して夏くらいに退院したが、先月の連休に家族全員で引っ越していってしまった。あの後、A 子さんと母親を一緒にいるのを見かけたが、通っていた高校も辞めたらしい。一時はレイプ説などもあったのだが、実際はエレベーターの女のせいだと思う。あれから一人の時はエレベーターに乗っていない。